ヒロキは、奈良県出身のオートバイレーサー。鈴鹿サーキットの地方選手権2006年、シリーズチャンピオンを経て、2007年より、バトルファクトリーチームから全日本ロードレース選手権、GP125 クラスに参戦を開始。2008年には、第5戦鈴鹿で、初表彰台を獲得し、年間ランキング3位となった。またこの年の日本 GP125cc クラスの、 レースにはワイルドカード枠で参戦、24位でグランプリデビューを終えた。2009年は第3戦オートポリスで初優勝を果たし、2年連続で年間ランキング3位を記録した。また17歳以下のライダーを対象としたユースカップでは2年ともチャンピオンとなった。2009年の全日本閉幕後はスペインロードレース選手権の 125cc クラスに2戦。 スポット参戦、前年に GP で小山和義が使用した KTM のマシンを持ち込んだオノはデビュー戦のヘレスでいきなり3位表彰台を獲得する活躍を見せた。2010年はセブにフル参戦する予定だったがシーズン序盤にイタリア選手権に倶えすることとなった。第2戦モンツァより名門ルミチームでオリジナルの 125cc マシンの開発を兼ねて 出場したオノは第6戦ミザノで初表彰台を獲得年間ランキングでは5位となった。またこの年の全日本ロードレース選手権 JGP3 クラスには2戦、スポット参戦。第2戦オートポリスはウ点で決勝中止、最終戦鈴鹿では勝利を挙げた。さらにこの年のヨーロッパ各国選手権の上位陣が一堂に開始。 スペインのアルバセテサーキットで開催されたヨーロッパ選手権レースにも参戦したがリタイアに終わった。2011年はイタリアのカレッタテクノロジーチームからロードレース世界選手権 125cc クラスに開幕戦から参戦を開始した。ワークスとしては2009年シーズンをもってグランプリから撤退して開発が止まっている KTM のマシーンを借り、 ウェットレースとなった第2戦スペイン GP では8位入賞を果たすなどの検討を見せていたが、第5戦カタルニア GP 以降はアレクシマスブーにシートを奪われてしまった。だが、2012より ADC アジアドリームカップに日本代表として参戦し、翌年の2013年にはシリーズチャンピオンに輝く。2014年からは旧ヨーロッパ選手権。 セブンにチームアジアからチームソニックレーシング3で参戦し、ランキング3位になる。2015年からは、フィム世界選手権モートジッピーのモート3に参戦する。第4戦終了時点。ありがとうございます。